いらっしゃいいらっしゃい。今日は新鮮な魚が安いよ。お、うまそうな魚だな。お、竹三日月様、お目が高い。こちらは1尾4000バリスになっております。よ、4000。うまそうだが今日はやめておこう。そうですか、またのお越しを。やはりオライオの物価は高いな。俺の稼ぎでは子供たちにうまいものの一つも。おう、竹三日月じゃないか。浮かない顔をしてどうしたんだ。ヘルメス。察するに金に困ってるってとこじゃないか。それならちょうどいい話があるぞ。どうだ、一口乗ってみないか。何？実は知り合いの店がスタッフを集めててね。うん、お前ならぴったりだと思うんだが、どうだい。すごく興味は惹かれるが、俺にはジャガマル君の屋台バイトもあるからな。シフト制の仕事だから都合のつく時間だけ働いてくれればそれでいいはずさ。な、本当か。ちなみにギャラだが。なに？そんなにか？怪しすぎないか？おいおい、俺は商売も司るヘルメスだぜ。悪どいものでないことだけはこの俺が保証する。わかった、俺も子供たちにうまいものを食わせてやるためだ。ああ、魚どころじゃなく高級レストランでシャンパンだって開けられるさ。俺は純米酒派だ。それは好きにしてくれ。じゃ、こっちだ。本当にここで会っているのか。ああ、この先の店だ。こういった雰囲気はあまり得意じゃないんだが、本当に俺にもできる仕事なのか。なんだか不安になってきたぞ。何言ってるんだ、先方にも連絡済みだ。ここまで来て逃げるのはなしだぜ。さあ、ここだ。これは。ここは神の宴の様子を模したホストクラブでね、俺の知り合いがやってるのさ。ちょうどいいキャストを探しているところで、女性に人気のある竹三日月なら適役ってわけだ。いや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 、俺にはそんなことできるわけが。悪いがヘルメス、先ほどの話はなかったことに。本当にそれでいいのか。ここでの報酬さえあれば子供たちに美味しいものを食べさせられるんだぞ。船盛りに純米酒飲み放題をつけたってお釣りが来る。オラリオじゃ希少な極東の調味料だって買い放題だ。それに竹三日月、お前は勘違いしてるんじゃないか。勘違い？
そうさ、この店はいかがわしい場所じゃない。女性たちに癒しを提供するだけの空間さ。日々の生活の様々な煩わしさ、不意に訪れる理不尽、それらは決して劇的な悲劇じゃないかもしれない。だがそういったことの積み重ねが彼女たちを蝕んでいる。ここはそんな女性を癒し、活力を取り戻す場所だ。そんな高尚な場所には思えんが。ほら、あそこを見るといい。物憂げな眼差し、所在情けな仕草が、なんとも心細そうじゃないか。声をかけてあげたく。いや、俺の知ってる竹三日寿司なら放っておけないはずだ。あんな幸薄そうな女性は絶対に。確かに。だが声をかけるだけだ。浮かない顔をしているが、何かあったのか？竹三日寿司様、どうしてこのような場所に？いや何、手伝いを頼まれてな。俺にはこのような華やかな場所は不似合いかとも思ったんだが。何やら思い悩むお前の姿が目に入ったな。放っておけず声をかけてしまった。聞いてくださるのですか？実は。竹三日寿司様、なんだか心が軽くなった気がします。そうか、ならよかった。お前のような可憐な娘に憂い顔は似合わないからな。竹三日寿司様、あの、また指名してもよろしいですか？指名？よくわからんが、俺に会いに来てくれるのなら嬉しいぞ。また顔を見せに来てくれ。天然地頃の二つ名は伊達じゃないか。さすが竹三日寿司、期待を裏切らない男だよ、お前は。あの、竹三日寿司様とお話ししたいんですが。竹三日寿司様は私が指名してるのよ。何言ってるのよ、私の方が先よ。こらこら、争うんじゃない。せっかくの綺麗な装いが台無しだぞ。話は順番で聞く、心配するな。ありがとうございます、竹三日寿司様。実は彼氏が浮気をしているようで。お前のような見目麗しい女性から目を離すとは見る目がないな。世の中は広い、お前を好いてくれる良い男はきっといるさ。そうですよね、私のことは竹三日寿司様が一番分かってくれてますもの。この店で一番高い純米酒を。おいおい、そんないい酒を入れなくとも。本当にすまないな。お前の思いをかみしめて大事にいただくとしよう。私は竹三日寿司様に一番高い吟醸酒を。負けるもんですか。
オラリオで一番高い大吟醸を。ん？ヘルメスじゃないか。来てたのか？紹介した手前、放置ってわけにもいかないからさ。見たところ、かなり稼いでるんじゃないか？それなんだが、報酬の大きさにいささか戸惑っている。ここまでの金額に見合うようなことをしてるわけでは。してるんだ。見ろよ、女の子たちの顔を。あの笑顔はお前が作り出したんだ。彼女たちは代金を選び払ってる。誰も強制したものじゃない。その金は報酬じゃなく彼女たちのお礼なのさ。そう言われるとそんな気もしてくる。タケミカズチ様。おお今行くぞ。想像以上の才能だな。初めて竹三日月が恐ろしいと思ったぜ。竹三日月様、私寂しいんです。酔いが回っているのか。少し水でも飲んだらどうだ。で、おお、巫女じゃないか。竹三日月様、何をなさっているのです。ああ、見ての通りアルバイトだ。お前たちにうまいものでもと思って。竹三日月様の裏地者。うわアディオス、オラリオ史上最高の名キャストよ。